スタートした。あ、いいとこいいじゃん。あ、このまま維持せよ、このままコースを。あ、いいね、うん、すごいとこから出たよ、珍しく。偶然。鈴木さんについてったかな。あ、前は鈴木さんかもしれないね。わかんないけど、左はね、青野さんだと思うな、あのブルーの。あ、風取られた。やっぱり人のブラケットに入るとフラッとくるね、あれ。風が抜けるっていうか。でもさ、すごいいい位置でスタートしてるよ。あれ、スタートしたんだよね。あのね、ラジアルとスタンダードを分けてスタートしてるはずなんだよね。先に、うん、ラジアル出してると思う。そうそうそう。いいんじゃない？5番目ぐらいに走ってるわ。第2レース、開幕に向かってます。あ、今ね、また戦ってる。ちょうど重なってる。あ、これは、うん、あ、でも数霜だから不利なんだよ、うん、あ、でもね、伸びてる。ちょうど今重なってる。あ、向こうにちょっと抜かれたかな。高さはね、向こうのがあるからね、向こうのが有利なんだ。ちょっと角度変えてあげればいいんじゃない。いやー、マークに入る角度の問題なんだよな。でも、ベベタじゃないよ。後ろにまだまだいるよ。それ後からスタートしたって。違う。見えてるでしょ。あ、抜かした。抜かせよ。よーし、行け。おー、抜かしました。もうすぐ開幕。それ行け。彼もあれ見失ったね。あ、託した。いや、あの紙に行けなかったからもう一回託してアプローチするんじゃない。いや、後ろにいるし。青野さんがダントツの今トップに走ってます。続いてナンバーなしですけど、新品のセールです。続いてどんどこ来てます。数は、あ、追いついてきたね、随分。そんなことあり？なんでだろう。 4.7。 あ、いるね。いるはずだよ、だってみんなこっちも行ける。あ、でもね、またコース間違ってるな。なんであのコースを引くんだろう。間違ってる。
あ、全然違うとこ行っちゃった。間もなく第3レーススタート。だからあれがスタンダードの連中は1分遅れでスタート。スタートしたんじゃない？今スタート。問題はついていけば、身勝手に行動しちゃダメだ。まだ大丈夫。塩マーク開口ですね。いい感じで一線になってきました。どっちが入るでしょうか。算定新ルールと風下、風上風下の定の関係になります。それい激戦区です。それい、混戦になってきました。それい、それい、いや それいそれ。